炭治郎、遅れてしまったが俺も稽古に。いやー、もう柱稽古編の第1話公開まで残り1ヶ月となりましたね。いや、もう間もなく公開ということで、いや、めちゃくちゃ嬉しいんですけども、新年明けましておめでとうございます。ということで本日はですね、2024年の1月から3月までの最新情報をすべてお届けしていきたいなと思いますので、皆さんぜひとも高評価、そしてチャンネル登録の方お願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで、間もなく1月なんですけども、2024年の1月の2日2時半から鬼滅の刃かまど炭治郎立志編の第1話がアニプレックス公式 YouTube チャンネルにて無料公開されます。16日まで無料で配信されるみたいなんですけども、かまどねずこのね、あのシーンだったりとか、富岡義勇さんとのね、あのシーンなんかが第1話には盛りだくさんですので、いや、めちゃくちゃ楽しみなんですよ。いや、第一話ね、本当に見どころ満載なので、いや、楽しみにしているんですけども、そんな感じで皆さんもですね、無料ですので、ぜひとも振り返っていただけたらなと思います。さあ、ということで続いてなんですけども、2024年の1月の7日6時半からアニプレックス20周年アニバーサリーイベントの開催が決定となっております。今回ですね、こちらのイベントでは、柱稽古編に関するさらなる最新情報にも期待ができるイベントなんですけども、柱稽古編の放送日の確定だったりとか、主題歌の解禁だったりとか、再放送のお知らせなどですね、楽しみが本当に盛りだくさんですので、いやー、もう早速ね、来週ですか、7日に開催ですので、楽しみにしていただけたらなと思います。詳細に関しては、また直前でね、お知らせいたしますので、チェックしていただけると嬉しいです。さあ、ということで続いてなんですけども、2月ですね。2024年の2月の1日から、なんとですね、鬼滅の刃と USJ とのコラボが開催決定となっております。今回コラボ内容といたしましては、前回コラボのね、復刻ということなんですけども、アトラクション、やフードメニュー、そしてグッズなど様々な要素でのコラボがありますので、もう本当にね、豪華なんですよね。ぜひともこちらはですね、大阪まで足を運んでいただけたらなと思いますね。いや、私もね、USJ とのコラボ、今年行こうかなと思っているんですよね。なんと、かまどねずこの、あの、ポップコーンバケツがね、欲しくてね、行こうかなと思っております。さあ、ということで、続いてなんですけども、2024年の2月の2日から、なんと劇場版、鬼滅の刃、絆の奇跡、そして柱稽古への映画の公開が決定となりました。いや、公開初日まで残りわずかとなりましたね。いや、こちらが本当に楽しみにしているんですけども、内容といたしましては、刀鍛冶の里編の最終第11話と、柱稽古編の先行公開第1話ですね。いや、本当に見どころがね、満載の劇場版となっているんですけども、柱稽古編の第1話に関してはね、本当に見どころ満載ですので、近日、見どころ解説動画を投稿いたします。いやー、めちゃくちゃ楽しみですね。そしてね、今回柱稽古編のオープニングの方も、こちらの劇場版で初公開となると思うので、いや、めちゃくちゃ楽しみなんですよね。はい、ということで、いや、感想動画の方もね、公開初日にお届けいたしますので、ぜひともね、楽しみにしていただけたらなと思います。さあ、そして、続いて3月なんですけども、2024年の3月の9日、そして10日ですね、鬼滅祭
アニメ5周年イベントの開催が決定となっております。今回はですね、前回開催のなんと3倍規模での開催となっておりますので、いや、めちゃくちゃ楽しみなんですけども、柱稽古編の最新情報に加えて、無限城編など新たなアニメに関するお知らせの方も期待となっておりますので、いや、3月の方もね、めちゃくちゃね、でかいイベントが開催となっておりますね。初日の夜には、なんと刀鍛冶の里編の鬼滅の宴もね、すでに開催が決定しておりますので、ぜひともね、楽しみにしていただけたらなと思います。さあ、こちらのイベントね、もう本当に3月に開催ということで、いや、私本当に楽しみにしているんですよね。今回5周年ということなので、まあ、無限城編のお知らせだったりとか、外伝アニメのお知らせなんかがね、解禁されるんじゃないかなと思っております。さあ、そして、続いてなんですけども、2024年の3月の23日、そして24日ですね、アニメジャパン、2024の開催が決定となりました。さあ今回ですね、この世のほとんどのアニメが参戦するめちゃくちゃ豪華なイベントなんですけども、今年の開催もなんと決定となりましたので、アニメジャパン楽しみですね。いや、マジでイベントが盛りだくさんですね。だいたい月に2回は開催があるんですね。さあ、それではね、現時点で発表されているものとしては最後なんですけども、2024年の3月から5月、春ですね、鬼滅の刃、柱稽古編の第1話から、なんと放送開始ということで、放送日に関しては、現時点での公式発表はないんですけども、初回、第1話がね、なんと1時間スペシャルが決定しておりますので、いや、本当に楽しみなんですよね。いや、第1話が1時間スペシャルは本当に毎回恒例なんですね。いや、柱稽古編の放送はいつなんでしょうか。めちゃくちゃ楽しみです。さあ、ということで、近々ですね、放送日だったりとか、主題歌に関する情報などの発表もあると思うので、本当に楽しみにしておきましょう。さあ、それではですね、近日、劇場版の見どころシーン解説動画もね、投稿いたしますので、そちらの方もご覧いただけたらなと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。